寒くてもバイクに乗りたくなっちゃうのがバイク乗りでしょうか。季節はねもう12月、寒い、見てまだね夏用の手袋なんだけど、寒い、そろそろ冬用にチェンジしないとかな。やっぱり12月になってくるといよいよもって寒くなってくるんでしょうかね。でですね、今日はまあ例によって行くあてもないので、これからね、これからの季節買うかどうかわかんないけど、まあこれから VMAX 買ってみようかななんて人についていろいろ VMAX のことをお話ししたいと思います。まずね、 VMAX、もう製造はしていないので出回ってる車両は全て中古車両となりますね。はい、なので程度次第なんですけども、まあ大体、まあ新規かな、高くても70万ぐらいかな、うん、そのぐらい。安くても、40万そこそこってところでしょうか。で、やっぱり年数重ねてるバイクなんで、いろいろとね、ちょっと故障とかもあったりしますよ。水温計が動かなくなったり、僕みたいにタコメーターが動かなくなったり、あとバッテリーとかもね、買うときは気をつけないと、新品に変えた方がいいかなっていうところもありますね。あとはキャブとかいろいろ見てもらって、良さそうなやつをチョイスしていただければ、そんなに高くなくこの VMAX 買えるのかなと思います。逆に250、400とかのバイクを買った方がもしかすると高いかもしれない、それがだいたい価格かな、値段的なもの、まあ、程度によって皆さん、ね、納得していただければそれで買ってもらえばいいと思うんですけど、いろいろ故障などもありますよというところでしょうか。はい、で続きまして、今信号待ちなんであんまりでっかい声で喋ってると、ちょっと変な人に思われちゃうんであれなんだけども、続いてね、やっぱりね、重さはね270キロぐらいあるのかな、もっと立ったような気持ち、270キロ。なので取り回しは非常に、なんだろう、気合がいります。気合と集中力で取り回しが必要です。なんてね、その立ち動きしたら起こすのが大変ですからね、バイクも傷ついちゃうし、重さが難点かな。あと皆さんにお知らせするところっていうのは、シート結構柔らかくていいんだけど、座るところがね、こうかまぼこ状になってるんですよ。だから足が広がりやすい、わかるかな。普通のバイクってほらなんとなく平らっぽくなってるけど、これだってちょっとこう R がなってて、これがね長距離乗ってると大体200、僕なんかのお尻で250キロぐらい、200キロから250キロぐらい走りきってると、ちょっとねケツが痛くて、こうケツ位置を変えたりとか、あとちょっとこう浮かして走りたくなっちゃったりする、休憩をしたくなっちゃう感じがします。まあシートもね、いろいろ車外で出てたりするので、まあ、気に入らなかったらそれもカスタマイズしてもらえばいいのかなと思います。でタンクの容量、これが15リッターです。予備タン含めて15リッターなので、だいたい10リッターぐらいで警告灯がつき始めます。だけど VMAX はここのボタンじゃない、ここのスイッチでね、フュエルポンプから左の切り替え、リザーブから切り替えられたりできるので、その辺は便利かななんて思っております。だから長距離運転するのはやっぱり不向きかな、だいたい僕の、距離数で、僕のマイル表示なんだけど、もう100マイルちょっとぐらい前から燃料は
入れてあげないと心配かな。そしてこの VMAX はシャフトドライブとなっております。バイクは全部で3種類あるのかな、ベルトドライブ、チェーンドライブ、シャフトドライブと3種類あると思うんですけども、まあ、ベルトドライブ、チェーンドライブっていうのはそのスプロケット変えて位置を下げたり位置を下げたり位置を上げたり上げたり下げたりしながらこの回転数エンジンのパワーをね、タイヤに伝えるのを変えられるんですけども、このシャフトドライブはそれができません。まあ伝達効率が高いという面ではいいんですけども、その反面なんだろうな、ちょっとサイドなコーナーでブンって開けちゃうと、もしかすると滑って転倒したりします。のでその辺ご注意ください。だけどね、普通に乗る分には全然大丈夫です。よくね、 VMAX 曲がらないとか止まらないとかありますけど、それは SS のバイクに比べたらね、それは曲がらないし止まらないですよ。だけど普通にツーリング行く分には全然問題ない。曲がるしちゃんと止まります。ただね、止まったり曲がったりするときに若干重さは感じる場合もあります。そしてシャフトドライブ特有の曲がりづらさっていうのももしかするとあるかもしれない。僕はもう慣れちゃったんでそうそう感じはしませんけどね。よいしょ。だから普通にね、全然走る分にはとってもね、いいバイクだと思いますよ。で、前にも話しましたけど、重いっていうのは走り出しちゃえばね、重さなんて全然関係ない。すごく安定するし乗りやすい。まあ、攻めるバイクじゃない、ツーリングをするバイク。まあ元々ね、VMAX っていうのはアメリカで04で勝つんだって言って開発された背景もあるので、直線番長だなんていうのもありますけどね。だからまっすぐとかは乗りやすいのかもしれない。まあだけど峠とか行っても普通に走ってる分には全然ですよ。乗りやすい。あ、そうそう、あれだ、 VMAX には V ブースト、国内仕様にはついてないんですけど、その他のやつには全部 V ブーストというシステムがついております。まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、 V ブーストというのは6500回転から、キャブレター、余ってるキャブレターから吸気をして1個のシリンダーに押し込むと、要は簡単に言ったらビッグキャブに近いのかな。ビッグキャブしたら失礼なのかな、 V ブーストシステムって言ってるくらいだから。で、6500回転から徐々に開き始めて8500でマックス状態になるので、まあそんなに加速は、街乗りとかする分には法定速度を守って走る分にはぶっちゃけ僕は使ったことないっす。まあね、低速でバーンって開けたいなって時もありますけど、でもね、 V ブースト使って走るっていうのはなかなかないですよ。 1200cc のバイクで6000回転以上上げたらどんだけスピード出てるっていうことになっちゃいますからね。そしてね、なんといってもね、この VMAX ね、かっこいい。それに尽きるかな。かっこいいんだよ。かっこいい。はい、というわけで今回は、VMAX を買おうかななんて思ってる方向けに、僕なりの、VMAX いいところだったり悪いところだったり、いったところを紹介してみました。まあいいところも悪いところもひっくるめてというふうに僕は思っておりますので、実際バイクをね、買おうかな、実際バイクじゃない、実際 VMAX を買おうかなって思っている方は、ちゃんとお店に行って、いろいろ話を聞いて、見て、触って、エンジンかけてみて、
乗れるんだったら乗ってみて、納得した上でご購入してみてください。それでは皆さん、いいバイクライフを楽しみましょう。ご安全に。